大阪産業創造館からお送りしているラジオ関西タニアズの Just for You、 8月1日、そして8月の4日、2週にわたってですね、来ていただきまして、はい、ありがとうございます。このね、タニアズの Just for You に強力な味方が、本当やもう助っ人が参加していただきました。もう日本一明るい経済新聞のですね、編集長、そして社長の竹田ダボボさんです。ありがとうございます。今日も忙しい中来ていただきました。ありがとうございます。ねえ、ね、もう竹原さん、はい、もう記者を超えてもうアドバイザー、アジテーター、そしてテレビのコメンテーター、ね、もう大活躍なんですけどね。歩いて企業さんのいいとこ発掘、元気発掘、毎日ね、それが元気ですわ。ねえ、いいところを見つけに行くのがね、はい、元気なんだと思いますわ。でこれ、はい、ちょっとね、さっきお知らせから行きたいんですけど、この谷アツジャストボイも月1回ですね、毎月何人取材してるんですか。月ですか、はい、そうですね、だいたい50社ぐらい行きますか、ね、この50社の中から1社、竹原さん、推薦の社長さんをここへお招きしてですね、もうそれはもう、またここから元気発信ね、それでも喜んでもらえるでしょうね。竹原さん推薦でここ来た言うたら、またちょっとまあ他の日も出てる人もあるんでちょっとあれなんですけど、なんかこうやってこう、はい、推薦状を持って褒めてもらうということで来るわけですから、はい、これはあのやる気出てもらえるかなと思うんですけどね。そうですね、はい、はい、お願いします。はい、で竹原さん、はい、ちょっと日本一明るい経済新聞を、はい、ご存知の方も多いと思いますけど、はい、ちょっとまあ竹原社長からこの辺 のどういうところでこうたらええんかとか、まあ、どういう感じ のまあ有名でいらっしゃるんでね、あれですけれども、はい、説明させていただきます。日本一明るい経済新聞というのは、まあ、元気な中小企業さんを、はい、まあ、ここで取材をしてですね、なんでこの会社が元気やねんと、はい、なんでこの会社だけが儲かっとんねんみたいなのを、あ、まあ、分かりやすく僕が取材をして、はい、エキスをこの新聞に載せてですね、うん、まあ、この不況でちょっと元気のない社長さんとか、うん、まあ、そういう方々に、うちも頑張ってやれるやんと、うん、ここに負けんぐらい頑張れるぜみたいな、ちょっともう一回元気つけてもらおうと、まあ、なんで儲かってるかを書いてくれてるんです。そうですね、そしてここにヒント満載、うん、そうですよね、はい、でもこの新聞に出たらこの現時点よりもっと良くなるわけですよ。そりゃそうですよ、有名になるし、注目を浴びるし、もうそれもありますけど、当然そこにこの竹原さんのアドバイスが入る、うん、アジテーションが入る、うん、でこうなんていうの、ここええやんって褒めてもたら、そこからもう気持ち上がる見てくるわけですよね、うん、いやでもこれ10年間やってこられて、はい、ほんまに10年間ね、しんどかった時もあったでしょ。いやでもね、全然本当にあ、もういい顔してあるからしんどいことはないんですよ、ね、最初はでもなかなか苦労話もあったとお聞きしてますよ ね、はい、スタートの頃は ね、はい、部長さんまでなられたら大手の新聞社辞められて独立された時はやっぱりいろんなね、はい、ことあったとお伺いしてます。それを乗り越えて10年間これ継続するってすごいよ。そうです ね、でこれはやっぱり一つにね、谷さんね、まあ、プロの記者として、経済記者として、しかも部長までやってはるから、その裏付けがあったことも、これいや、それはもう本当に ね、ただやりたいからだけじゃなくて、もうメディアというのはどういうものか知り尽くしてるから、うん、まあ、あったと思いますね、またいろいろ教えていただいて、はい、なんでこんなことしはるようになったんかとかも聞きたいし、もっと喋ります、はい、でまた番組にもね、はい、助っ人としてまた、はい、わかりました、助っ人として来ていただいて、はいはいはい、もう、はい、これからちょっとパワーアップした谷原さんのジャストフォーユーで、まあ中小企業さんをこう表に出していくっていうね、活動にまでご協力いただいて、わかりました、はい、お願いします、ね、もうパワーアップしました谷原さんのジャストフォーユー、8月1日、8月8日のですね、日本一明るい経済新聞の竹原編集長、8月1日、8月8日登場です、お楽しみに。